これ決めらんないよ。ちょっと、まあ、今ローランドのページに、ローランドのボスの公式ページに載ってる泉のペダルなんだけど、まあ、これ全部弾いたことがあって、まあ、全部好きな上で、全部のエフェクターを愛している上で、あえてティア表を作るならという、ちょっと作ってみるけど、みんな使ってるギターも違うし、使ってるアンプも違うし、出したい音も違うし、好きなジャンルも違うから、本当に好きなエフェクターを使ってください。これがね、今日一番伝えたかったことなんですよ。さあ、やっていきましょう。OD3 ね、 OD3A、 使いやすいです、とても。まあ、未だに使ってるね、未だに使ってるわ。メインの歪みにも使えるし、ソロの時のブースターにも使えるね。まあ、それで僕は使ってるね。まあ、クランチでかけっぱの人もいるのかな。まあ、それはどっちかっていうとこの後出てくるエフェクターとかの役割な気がするけど、まあ、それでもうっすら歪ませるみたいな使い方もできる気がする。なんかディスる要素もあんまないな。これなんか優等生って感じだな、意外と。昔からあるくせに、いろいろエフェクターを入れてってちょっと並べ替えたりはするかもしれないけど。はい、じゃあ次 SD1W。技クラフトあるやつは技クラフト前提で評価します。はい、SD1W はタートルスってのはなんであんなにめんどくせえ動きをするんだろうな。いや、 S じゃね。いや、俺はね、個人的に好きなんだよね、 SD1 が。あんまりね、あんまり歪み量なくて、ブースターとしての評判がめちゃくちゃいいんだけど、それよりもフランチでかけっぱにして、ちょっとまあ TSK っぽいって言われてんだけど、ボスの中ではそういうなんかちょっとアンプライクな音を作りたいときに、なんか後ろとか前でかけっぱにしておくみたいなのを最近ハマってやってたっていうか、やってる未だに。でカスタムモードにすると、技クラフトのもっと圧が出て、技クラフトじゃないやつは結構カラッとした音するんだけど、帯域で言うと、まあミドルがあって、ちょっとローもハイもそんなに、まあローが結構少ないみたいな印象かな。ハイミッドとかがカラッと出る感じで、まあ OD3 は逆に言うとローミッドがしっかり出て、重心低めな歪みなんだけど、 SD1 は結構重心高めのハイミッドとかミッドがポコって出るような音するから、それをね、常にかけっぱにしといて、まあ後ろで OD3 踏んでガッツリ歪ませるとかをやってた。ちょっとかけっぱにしてる時の音、クランチの音がかなり好きで、ギターがうまそうな人の音すんだよね、結構。クロートの音が簡単に出るから、個人的にかなり好きだね。まあ S じゃねえか、こいつ。まあでも、メインの歪みとしてはちょっと使いにくいんですよね。さっき言った、その、老感がやっぱ少ないから、迫力的には OD3 の方が勝るかな。まあちょっと OD3 と比べるとだいぶ役割は変わってくるけど、こう考えるとキャラクターも結構違うんだけど、みんな違ってみんないいんじゃないか、これ。みんな A なんじゃないか、このままいくと。ちなみに人生最初のエフェクターが SD1 なんだけど、思い出がいっぱいで、思い出がいっぱいだから S にしたい。ロクサスのおかげだよ。早くアクセルにも教えて、びっくりさせてやろう。次、OD1X ね。OD1X はね、OD1X ね、B じゃないか。OD1X 使ってる人ってあんまいなくない？俺、大学の時使ってたけど、あんまいなかった気がするぞ。OD1X って、まあ、MDP っていうボスのそのデジタル技術を使ってるやつなんだけど、やっぱそのデジタルっぽさっていうのがあるんだよ。いや、だいぶマシな方だよ。その昔のマルチエフェクターとかに比べたら、だいぶ立体感のある音だし、かなり綺麗な音出るけど、OD3 と比べてどうか。
いやーキャラクターが違うな。使い道は結構似てるね。まあメインの歪みでも使えるし、ブースターでも使えるっていうのはそうで、まあ A でもいいか。結構使いやすいな。ローとハイが調整できるっていうのはでかいな。あとはもうキャラクターの違いっすね、まあ、昔ながらってほどでもないけど、まっとうなオーバードライブを出したいんだったらオーディスリーだし、なんかモダンな、なんだろうね、最近のチャートインしてるようなカラッとしたオルタナバンドとかの音だったら意外とオーディン 1X でいいのかもしれない。それ加味したら A でもいいかもな。まあローとハイ個別にいじれるっていうのは OD3 と全く違う、まあ、SD1 とも全く違ういいポイントですね。結構俺はイコライジングできるペダルが好きなんで、なんかトーンのつまみだけじゃどうしようもないことって結構あるっすよね。なんかローが出すぎてるとか、ハイとローのバランスがちょっと調整したいなっていう時にトーンだけだとちょっとどうしようもない時があるから、まあ A でもいいか。最近使ってないな、オーディオ X。 どうなんだろうな。まあ嫌いな人は多そうだよね。なんかこの見た目も相まってさ、嫌いな人多そうだよね。まあ MDP のペダル、MDP のペダル使ってる人あんま見たことねえな。俺ベースとかだとバリバリ使ってるけど、あのコンプとプリアンプと ODY-X、 まあこの後出てくる DS-1X もだけど、マジで見たことないな使ってる人。ちょっといいところとか悪いところ教えてほしいですね。まあいや自分が弾いた感じだと結構良かったけど、まあデジタル臭さってやっぱあるからさ、まあいいんだけど、別にこのテアリストは俺の好き嫌いで決めてるから、デジタルが好きじゃないっていう理由で B にしてもいいんだけどさ。いや結構使いやすかったなと思って、まあいいか、一旦 B にしよう。なんかばらけた方が楽しいでしょ、みんなも。次 OS、 オーバードライブディストーション。これはね最近まで使ってたね。まあ使ってる時もあるね、たまに。ロマンあるよね。オーバードライブとディストーションが一緒になってて、その塩梅がつまみでバランス取って選べるっていうのは。まあ C。 だってさ、だってちょっと古くない？もうちょっと、もう他にいいペダルがいっぱいあるでしょう。これは最近まで使ってたっていうのは、あのもうハウラセル用のね、ハウラセル用のペダルだったんだね。あ、何でもよかったんだね。このこいつの代わりはいくらでもいたんだね。だからかわいそうに、あんまり音質的には好きではないかな。うん、まあオーバードライブもディストーションもちょっとなんかシャリシャリしてるっていうか、あんまふくよかな音が出る感じじゃないですね。あー、どうかな。ディストーションの音好きな人はディストーション全開で使う、まあ、ちょっとオーバードライブ混ぜて、まあ、ジャリジャリ感を減らすとかかな。あんまりでもそれでいい音出る気はしないな、こいつで。まあでも現行品って売れてるから現行品なはずなんだよ、ここにあるやつらって。だからもちろんいろんな人使ってると思うし、まあ便利だと思う。便利だけど使いやすいかって言われたらなんかな。いやまあ B にあげとこう。ちょっと俺も今まで使ってたから、ちょっと情が、ちょっとこいつに対して情が芽生えてる、 OS2 に対して。なんかハウリングの音は良かった、すごいかっこいいハウリングしたから、それで今 B に上がった。うん、そうしよう。 BD2 ブルースドライバーね。はい、次。いや俺本当にね、ちょっとね、いや飽きてるっていうのはある、正直。ブルースドライバーはもうみんな使ってるし、使い方がどうなのそれっていう人もいるし、ちょっとねむずい気がするんだよな、ブルースドライバーって。まあ、一番無難なのはさ、ドライブ9時ぐらいにして本当に店頭に置いてさ、かけっぱにしてプリアンプみたいに使ってかっこいいクリーンを作るっていうのが、まあ、一番メジャーな使い方だし、まあこいつの得意分野だと思うんだよ。シングルコイルでドライブ9時ぐらいにしてチャリンっていう
みんなが好きなあの残響レコードのジャリーンを出すためにはこのブースドライバーは絶対に必要だったんだけど、じゃあそれ以外の使い方はっていう話になってきて、まずメインの歪みには絶対ならないよね。こいつなんかさ12時以降になるとめっちゃ歪むんだけど、もうその名の通りブルースみたいなさボヨーンみたいな音がさ出るのよ。ないでしょ使い道が。でこれをその状態をねパズみたいに使ってるみたいな人も結構いるの。ギターソロで踏んでますとか、あのブルーストレバーの12時以降のブーミーな音がいいんですよみたいな人いるけど、いいか本当に。もっといいエフェクターないか、こんなかとかに。まあ他のメーカーでもいいけどさ、ブルースドライバーでそれやる必要あるかい。なんかドンシャリなんだよなこいつ結構。そのなんか嫌な伝わるか、嫌な灰が出てさ、ブーンっていう歪み方なのに、なんかみたいな、なんかそのストラトとかテレキャスであの歪み上げて鳴らすとみたいになるんだよ。それが俺本当に嫌で、だいぶ使わなくなっちゃった。で、ワザクラフトだとカスタムモードがついてて、カスタムモードにするとなんかね、もっと浪感が増すんだね。ワザクラフト大体そうなのかな、浪感が結構グッて出るイメージなんだけど、まあ迫力が出てくるから、まあ、最初に言ったあの綺麗なクランチがよりこう前に出る感じになる。その音はね本当にかっこいいよ。すごいかっこいい。すごいかっこいいけど、謎のオルタナティブバンドがなんとなく使ってるイメージがある俺は。いやでもすごくいいエフェクターですよ。すごくかっこいい音出ますけど、僕はちょっと、いやちょっと怖くなってきたな。炎上したくないから B にしようかな。OS2 と比べてどうかって言われたらOS2 の方がザゴいかもしれない。さすがにこうか。すいません言い過ぎたかもしれない。いやブルースドライバーな、ブルースドライバー本当にいいかこいつ。もう分かんなくなってきちゃったよ。お助けアイテム用意したんで使いますね。ダメだよ。サウンドハウスというサイトのレビュー欄、やった12100円。ブルースドライバーこんなすんの今。一周して十数年ぶりに戻ってきました。やっぱほら直感的にいいって思わないよこのエフェクター。セッティングが難しかったですが今は気持ちよく弾けてます。私は相性の悪いと言われるレスポールで、これまた評判の悪い原因を上げてのディストーションとして使用してます。それ本当にいいやとするの？絶対別のエフェクターの方がいいって。無理して使わなくていいってブルースドライバー。もう休め、もう休めお前は。休んでくれ。一応ワザクラフトも見るか。メインの歪みに評価5。本当に評価5。タイトルブルースドライバー。その音が響き渡ればブルースは加速していく。参考になった61。これ A だな。さっきはごめんね、そんな。ありがとう。いやだって加速したいじゃん、ブルースは。俺もブルースは加速すると思った。A にしよう、こいつは。こんだけ評判いいんだったな。カスタムモードの方がいいかもね。ワザクラフトだとかなりいいかもしれない。なんかちょっと丸くなる気もしたんだよな、音。なんかナチュラルになるイメージあったな。だから俺が嫌いなその、っていう灰が、ワザクラフトだとちょっと軽減されててかなり使いやすくなってるのかも。まあメインの歪みにはちょっとおすすめしないね、やっぱ。ああブルースは加速していくけど、メインの歪みかってやれたらちょっと見ようかな。まあでもクランチの音はやっぱ極上だから、そこだけでも A になりうるね。こいつは荒れたなだいぶ。DS1 ね、これさー、これさ、DS1 さ、これさ、使ってる人いるの？僕からは何も言えない。DS1 って。抜けないよ、こんなの、リードギターじゃ。まあ、リズムギターで飛び道具で、ならいいよ。まだわかるよ。でもさ、扱いにくいよ、もう、じゃりじゃりすぎてさ。あと、トーンめちゃくちゃ効くよね、君。トーンなんか、もう、左に曲げたら、もう、こうなるし、上げたらさ、じゃりじゃり、うじゃじゃじゃってなるし、もう、すごいよね、君は。王様、なぜなんです？ちょっと誰かが表示してました。
何者かがちょっと憑依してました、すいません。まあ D に置くかいや好きだよ俺は。ちなみに単体で弾いた時はかなり好きだよ。あの40周年ペダル、40周年あの黒いやつ持ってる。あの自分で改造してもっとボリュームとあの分離良くなるようにしてたが、そこまでやってもどうだろうこれはと思って使わなくなっちゃった。まあメインの歪みで使ってた時もあるけど、これでやる必要ないかもなーっていう。まあ DS1 ってすごい名機って言われてるし、その80年代とか90年代とかさ、まあそれこそまあ有名すぎて言いたくないけど、まあニルバーナとかさ、好きならこの音じゃなきゃダメだっていう気持ちもわかるよ。 SD1 なんかでニルバーナやりたくないもんね、ブルースドライバーとかでね。まあ、DS1 でやりたいけど、やりたいけどさ、今買うんだったら DS1 じゃないんじゃない。まあ往年の名機っていう意味ではすごい評判いいし、音もめちゃくちゃかっこいいし、あと技クラフトのまあカスタムモードにするとやっぱり音圧が上がってさらに使いやすくなるんだけど、それを差し引いてもちょっと使いどころがだいぶ限られてくる気はしますね。使ってる人が、まあ、周りっていうとやっぱ下北沢のイケイケオルタナティブロックバンドになっちゃうから、これ参考にするかどうかはまた人それぞれなんだけど、あんまり見たことないよ DS1。 いやーどうかな、まあ、いやかっこいいんだよな、音かっこいいのだけは伝えたいけど、使いやすいかとか好きかって言われたら、いやまあ好きだけどちょっとここかな一旦。はい、まあ、他のディストーションの評価をちょっと聞いてほしい。次、DS1X。これはね、DS1 より上がるね。まあ、B。OS2 と比べたらどっちがいいか。いやー、まあ、DS1X の方がいいね。今投げるか。今投げてみよう、ちょっと。まあ、やっぱり DS1 のね、使って思ったのはね、トーンコントロールがその効きすぎて逆に難しいんだよね。あとまあローが足りないけど、やっぱトーンつまみだとそれどうしようもなくてハイカットするかどうかみたいな話になってくるから、ローとハイが個別に調整できるつまみがあるのはすごいいいと思う。てか使いやすいで、音は、まあ、さっき言う OD1X で言ったデジタル臭さあるにはあるけど、まあオーバードライブほどさシビアじゃないから、ディストーションだから、まあ多少デジタル感あってもぐしゃっとすればまあ歪めばそれでいいみたいなとこあるから、ディストーションって。だからまあ別に嫌な感じはあんましないね DS1X。 うん、だからもうこれそうね、これが DS1 よりは2個上にあってもいいかな。まあ、使ってる人見たことないんだけどね、やっぱこれ。ああ、誰かいたかもしれない。あ、DS1X 使ってるんだ。いいねって思った気がするわ。うん。まあ、飛び道具的にも使えるしな。かなり。激歪みでブーストして、爆音でとか。まあ、フルテンで使ってみても良さそうだな。めちゃくちゃやばい音出そうだけど。MDP のおかげでノイズは少なくなってると思うし、使いやすさは DS1 よりは上がってると思う。オーバードライブの時に言ったアナログ感が欲しいとかそういう話になってくると、まあ OS2 とか DS1 になってくるね。そこは好みの問題かな。ちょっと次 DS2、 これがねいいんですよ。これ A にしてあげたいね。 A にしてあげたい理由は、あのモードが2個あってさ、モード1と2か。ちょっと分かりづらいな。モード1とモード2があって、モード1は、まあ、DS1 みたいな音すんだよ。DS1 っぽい音を求めてる人は、まあ、モード1で調整するでもいいんだけど、なんかモード2が、結構メインの歪みにも使えるっていうか、なんか、アンプライクな音するんだよな。ちょっとミッドあるっていうか、まあ、DS1 とか、この、DS2 のモード1はかなりドンシャリなオーソドックスのディストーションなんだけど、モード2がね結構こいつにしか出ないっていうと言い過ぎかもしんないけど、こいつならではのなんか癖のあるディストーション、まあオーバードライブっぽいっ
って言うとまた語弊があるけど、なんか気持ちのいい歪み方するんだよね。それがねかなり好きですね。まあ、ちょっとしばらく使ってないんだけど、最近のは。これなんかもっと評価されてもいいけどな。されてんのかな。まあでもまあこの現行で生き残ってる時点である程度評価されてんのか。そうね。だからモード2ちょっと弾いてみてほしいけどな。弾いたことない人はかなりいいけど。あ、マンのメンバーが使ってた気がするな。ターボディストーション。DS1X よりもまあアナログっぽさだいぶあるし、まあそのイコライザーの件はね、あの DS1X の方が勝ってるけど。まあでも DS2 のこのモード2が個人的にだいぶ押せるんで、ちょっと A に置きたいな。ウルスドライバーなくより全然いいんじゃない？このやつより。まああんま見たことはない。なんかディストーション、ボスのディストーション使ってる人いなくないか、あんま。ディストーションっていうか、なんだ、なんかドンシャリだよね、ボスのディストーションって、基本。だから使いづらいのか、総じて。はい。次、メガディストーション。まあ DS1 より上だけど、あ、ここで並べる？あ、ロートハイいじれるから、まあ、トップとボトムっていう名前なんだけど、つまみ的には。役割は同じだね。うん、DS1X の方がデジタルっぽいし、メガディスの方がちょっと昔っぽいディストーションの音するよねっていうだけかな。まあ、ドライブつまみっていうか、ゲインが2個ついてるんだよね、これ確か。昔のディストーションって感じの音が好きじゃないんだったら、あんまりハマんないかもな。っていうか、俺もあんまハマんなかったんだよな。まあ、DS1 よりは上に来るね、間違いなく。DS1 よりは好きだよ。ホラーがそう思ったなら、そうなんだろうね。OS2。ソラがそう思うなら、ソラがそう思うなら、いやでもそんな単体で弾いていい音じゃない。あ、だったら DS1X の方が好きだな。ここにするか。OS より上にしとくか。これ左の方がいいっていう並び順ね。ああ、そう、メガディスト C にしよう。まあ飛び道具だね。だからフルテンとかにしてグシャーってするとか。そうね、ちょっと DS1 が D なの心苦しいな。名機なんだけどね。ちょっと使いづらい。使いづらいね。なんかかわいそうだよね。お、来た。JB2。JB2 S ですね。はい。頼もしい言葉です。天才です。もうみんな飽きてる。使いすぎて。はい。いうことなし。いや、JB2。JB2 でももうさ、ボス、ボスじゃないからね、ハンモン。ちょっとズルだよね。S プラスなの。まあ、JS だからね、ハンモン。ちょっとずるだよね。アングリーチャーリーけ。アングリーチャーリーっていうペダルと、ウルストライバーが1個のペダルに入ってて、しかも順番決められるんだよ。先にウルストライバーつなぐのか、先にアングリーチャーリーつなぐかも選べて、並列でつなぐみたいな。だからブレンダーみたいなこともできる。その、ちょっとだけブルストライバーを足すとか、うっすら足すとかもできるから、それもあるし、まあ、それぞれ単体でピンで使うこともできるから、どんな音でも出るよこれ。本当にめちゃくちゃいい。これでいい音出なかったら本当にまずいよ。何かがおかしいよ。ギターかアンプか、それぐらいだと思う。だからクランチもね、ウルストライバーで作れるし、メインの歪みもね、 JHS 側でガッツリ作れるから。で、歪み足りないんだったらさ、2個足してブレンドしてとか、あと前を JHS にして後ろブルーストライバーにして、めちゃくちゃブルーストライバーをブーストさせるみたいな、もうかなりかっこいい音出るから、おすすめですよ。めちゃくちゃ、まあ相変わらずブーストライバーを単品でめちゃ歪ませると結構ブーミーな音になるから、それはちょっとむずいけど、いやでもこれはちょっとズルだよね。半分 JHS だから。まあでも未だに使ってるね。まあ昔はそのブルーストライバーとJHS の順番で、あの、激歪み作ったりして、使ってたけど、今ちょっとブルーストライバーが嫌いすぎて、今 JHS 単品で使ってますね。JHS モードで。いや、ブルーストライバーそんないいか。いや、かっこいい。いや、ブルーストライバーなぁ。あー、ブルーストライバーいいけどさ。まあ、だいぶ、あれだね、値段落ちてきてるっぽいから、ちょっと試してみてもいいと思いますよ。使ったことない人は。なんかこいつの中にあるブルースドライバーが現行のブルースドライバーよりもいい音するみたいな、結構宗教的なこと言ってる人も結構いるから。友達が多いと大変だね。そう、俺はあんまり分かんなかったけど、うん、
まあ確かに音は違うからちょっと使ってみてブルースドライバーの違いとかも楽しんでもいいかもしれない。次メタルゾーン、これマジでね、これもですじゃないか。これはねまず技クラフトじゃないものでも全然 S だね。弾いたことない人はね弾いてみてほしい。名前からしてさメタルのエフェクターじゃんってなるけどメタルじゃなくても全然使えるから。あのねミッド、ハイとローとミッドとミッドの帯域がいじれるんだよこれ。つまみがいっぱいついててそれがめちゃくちゃ優秀でマジでオールジャンルいけるから全然メタルじゃなくても使える。まあ、メインの歪みでも使えるしギターソロで踏んでも気持ちいいと思う。俺はギターソロでめっちゃ歪まして使ったりしてる。でなんか、まあ、音質はやっぱりメタルゾーンっていうかディストーションだからザラッとしてる。まあオーバードライブっぽくはないんだけどでもイコライザーをうまく調整すると結構ねリッチなオーバードライブみたいな音も作れるから。でさらに技クラストのカスタムモードだとちょっとドンシャリ感が減るんだよ。なんかよりナチュラルに歪むようになるからそれを使うともっとメタルじゃないゾーンができるから、このメタルじゃないゾーンを使うとねほんと虜になりますんでこれはぜひプレゼンしたい。てかまあみんなも使ってると思うけどメタルゾーンは本当にメタルゾーンいいからね。うん、技クラストじゃなくてもいいし技クラストの方を使ったことない人はぜひ使ってみてほしい。かなりいいっすよ。ヘビメタ誰？もういいよお前ここにいろお前は。王様ごめん。お許しください。もう一番意味がわからないこいつ。DS1 より意味わかんない俺。これボスのさインスタの公式のリールでなんかあのボスのインスタの公式のリールってさカラフルっていうか一色ビビットカラーの背景一色にポンってボスのヘクターが置いてあってそのまあギターを弾いてるみたいなおしゃれなリールがあるんだけどそこにあの HM2W があってそれフルテンで弾いてるのねそれを。でどうやら HM2W の売り文句としてねこれフルテンで弾いてチェーンソーサウンド、フルテンで弾いて出してる音をチェーンソーサウンドって呼んでるんだよね。そうで動画見てみると本当に意味わかんない音してるから、いつ使うのって音してるから、なんか飛び道具にもなりきれてないみたいな、マックスのファズで飛ばしてるみたいなのとまた違う。なんかノイズ出てません？なんか大丈夫？そのギターみたいな音になってるから、ちょっとね擁護できないこいつは。でメインの歪みに使うにしても、まあ、俺がレスポールで弾いたからなのかな、なんかねなんかあんまりなんつうんだろうな、まあ DS1 とかみたいなかっこいい音色じゃないんだよね。でかといってメタルゾーンみたいなザ・メタルみたいなハイゲインスタンドでもないし、なんか昔のマルチエフェクターみたいな、まあ昔のエフェクターだからもともとね、まあ、しょぼかないんだろうけど、ちょっとこれ本当にいつ使うんだろうって思って頭抱えて半年ぐらい経ったりしたんだけど、だから本当に何なんだろうこいつって思ってちょっと腹立ってきて D にしました今。浅い。チェーンソートーンでした。スウェディッシュデスメタルバンド。1983年から1991年にかけて生産され、同時期のスウェディッシュデスメタルバンドがこぞって使用していたことで知られ、すべてのノブを最大値に設定することで唯一無二のチェーンソートーンを得ることができます。いや、チェーンソートーンはね、俺もね、出したいよね。チェーンソートーン、かっこいいな。チェーンソートーンいいよね。チェーンソートーン出してる？出してないじゃんって言われるよね、友達に。それチェーンソートーンなの？ああ、チェーンソートーンじゃないんだ、まだ。チェーンソートーンいいんだけどね。まだ、そっか、まだ知らないか、チェーンソートーン。って言われるよ。ライブハウスとかで。だから出したいよ、俺も、チェーンソートーンは。あの、ちょっと、お肌に合うかどうかって言われるとちょっと微妙かな。やべ、何もいいとこ出てこない。ちょっと、ヘビメタのいいところ、教えてほしいです。ぜひ。
なんか HM3 とかは、ハイパーメタルはね、評判良かったりするんだけどね。ハイパーメタルは結構評判いいと思うんだけど、どうなんだろう。これはやっぱ時代なのかな。昔ながらのエフェクターですよって割り切って買った方がいいのかもしれない。昔のメタルバンドとかコピーするときはいいのかもね。ちょっとこれが最低限の用語かもしれない。今メインの歪みとかで使うのは結構むずい気はします。次、メタルコア。これは、僕の人生2代目のエフェクターですね。空がそう思ったなら、そうなんだろうね。なんか銀パネが並ぶな、B。あ、メタルコアは B かな。まあ、メタルゾーンとまた違って、2000年代とか2010年ぐらいのメタル。自分が中2ぐらいの時に出てたから、メタルコアバンドが流行ってたんだね。メタルコアとかスクリームとかが流行ってて、ブレッド・フォー・マイ・バレンタインとか、その辺のバンドをやるんだったらいいかもね。結構簡単にそういう音が出る。そういう意味ではかなり便利だね。汎用性高いかって言われると、微妙かもしれないね。汎用性で言うと、まあ、これ本当にね、メタルコアの音しか出ないんだよ、これって。だから昔のメタルやる人とかは逆に使いづらい気もするし、本当にドンピシャで2010年代ぐらいのメタルコアバンドをやるときにはかなり重宝するけど、果たしてそれ以外の用途として使えるかと言われると結構微妙かもしれない。うん、ブースターで使えるか、使えない気がするな。あんまり結構こいつの音が入ってきちゃうからな。あー、 B か C だな。いやでもまあメガディスよりは使えるか。うん、音は、いやこれ思い出補正か、これ2代目のエフェクターだから。いやでも使えるよな、いい音な気がするよ。ちょっと改めて弾き直したい。こいつはなんかいい感じにランク SABCD で分かれてるね。いいじゃん。FZ1W、 これ結構上でいいかな。これね、なんかね、先に FZ5 やっていい？先に FZ5 やるわ。先に、こいつね、ああ、マシ。こいつね、あんまり良くないんだよ、正直。なんかね、まあデジタルで昔のファズを再現してますってやつなんだけど、で、モードが3つあって、ファズフェスっぽいやつと、ゲルマニウムっぽいやつと、オクターブかな。で、俺はオクターブばっか使ってたんだけど、ちょっと物足りないっていうか、なんかね、薄っぺらいんだよな。やっぱそれがデジタルだからっていうオチで終わる話なのかちょっとわかんないけど、なんかファズ入門期みたいな感じっすね、印象的には。だから別に、いろんな音出るし、何かしらに用途はあるんだけど、それぞれが全てかっこいい音かって言われるとあんまりそうではないかもしれない。で、そこで FZ1W なんですよ。こいつはアンセムじゃないか。まあ一旦この辺に置くか。オーバー、ああ、まあちょっともうこの辺になってくると役割が違いすぎて構図つきがたいけど、 FZ1W はすごいナチュラルな音がするんですよね。で、トーンベンダー TB2W かな、トーンベンダーここに載ってないけど、本当に一瞬だけ生産されためっちゃ高いハンドメイド あのボスのトーンベンダーが出たじゃないですか。あれをボスが作った時に、いやちょっとこれ結構アナログ路線のパズいけんじゃねってボスがなって、この FZ1W を作ったんだよね。コンピューターに使えるようになったんだ。だからそういう、まあ、流れもなんか素敵だし、流れも素敵でティアが上がるかって言われたら良くないと思うんだけど、フルアナログ目指してファズ作りますみたいな心意気でできたものだから、かなりナチュラルにファズサウンドが得られるし、 FZ5 みたいにこうわざとらしくないっていうのがすごいいいんだよね。ギター側のボリューム絞って鈴なりサウンドを手に入れるとかいう話あるじゃん、ファズで。
なんかね、デジタルのはずでそれやるとね、あんまりうまくいかないんだけど、この FZ1W はめちゃくちゃそれが再現できてて、そのクランチの音がすごいいい感じに、なんかね、気持ちいい感じに出るんだよね。あ、これがいわゆるやつなんだって俺思って聞いてから気づいて、 FZ5 はもっとぐしゃーって全部潰れるような印象なんだけど、 FZ1W はもっとこうパズっぽい潰れ方はするんだけど、潰れすぎないっていうのかな、やっぱ使いやすさはだいぶ上がってるんだよね。で、モード2つあって、ヴィンテージかな、ヴィンテージモードと、もっとめっちゃ分厚い音出るモダンモードみたいなやつがあって、どっちもめちゃくちゃいいんだよね。サウンドハウス見るか。ああ、ボリュームの追従性が良い。やっぱそうだよね。ボリュームフルで低音源を弾いても潰れすぎることなく非常に扱いやすい。いや、その通り、その通り。まあピッキングニュアンスを出せるからミスるとバレるっていうのはあるね。まあでもそれはいいエフェクターにおいて結構あるあるの話だから、僕は下手くそだからなるべくごまかしたいタイプなんだけど、まあでもそれだけギターにこう自分のギターにちょっと寄り添ったパズが出るっていうのがね、かなりでかい。 FZ5 はまあ FZ5 の音になっちゃうっていうのがここの違いかな。まあ A でいいか。うん、ブルースドライバーより上にしてあげよう。ブルースドライバーはちょっとね、ブルースドライバーかっこいいかな。次パワースタック。パワースタックはね、いやー、パワースタックいいよね。パワースタックのさ、インスタのリールがボスから最近上がってさ、やっぱいいなってなったんだよね。最近弾いてないんだけど、なんか珍しくボスがマーシャルっぽい、マーシャルライクな歪みを出すってなって、だからゲインゼロだとかなりマーシャルっぽいアンプで鳴らしてるみたいになるし、まあ普通にメインの歪みで使ってもいい感じに歪みの量もそこそこあるし、マーシャルっぽい音にだいぶ近づけるから珍しいんだよな、ボスの中では。あー、 OD3 と同じぐらい使いやすいと思うけどな。結構ハイが出る感じっていうかさ、マーシャル特有のハイがやっぱ出て、まあ、それが好みがどうかなっていう話にもなる。まあ、メタルとかでも使いづらいのかな。あ、でもまあオールジャンルいけるかってやったらむずいな。だったら俺ターボディストーションの方が好きかもな。ターボディストーション上げすぎか、これこのメンツで見るとなんか違和感ない？俺が好きなんだっけ。ここらにしとっか。ブルースドライバーよりは下にしよう。ブルースドライバーかっこいいかな。最後 BP1W ね。これね、俺 B でいいです。これはね、これはちょっとねニッチでした。想像以上にニッチなペダルでした。いわゆるトランスペアレント系のペダルかと思ったんですけど、そこまでそっちに寄り添ってなくて、なんか本当にボスが変態すぎて、もう趣味で昔の CE1 とか RE1 についてた R2 についてた昔のスペースエコーとかコーラスについてたプリアンプのゲインの部分だけ再現しましたよっていう、結構ド変態エフェクターだったんで、ちょっと B にしておきます。まあ、今使ってるけどね、スタメンで。で、かけっぱにして、まあ、SG に使ったらだいぶ良かったね。またジャガーとかに使ったらあんまりだったな。もうだったらそれこそブルースドライバーかけっぱとか SD1 かけっぱとかの方が個人的には好きでしたけどね。で、あとすごいボスらしからぬぐらい上品な歪み方するし、ね、原音がめっちゃ混ざってくるから、それめっちゃおもろいよ。ボスっぽくなくて。なんかね、上品、本当に。なんか高級スイーツ食ってるみたいな気持ちになる。この駄菓子めっちゃ食ってて、この辺、俺いつもこの辺の駄菓子を食ってんだけど、いきなり高級スイーツ食わされてるみたいな気分になるから、ちょっとおもろい、それは。まあそういう意味では JB2 もちょっと、あれやね、ポテチぐらいやけど、他は駄菓子で、JB2 がポテチで、BP1W は高級スイーツみたいな。何を言っているんだ！
どこまで行っても彼はクソナードだった。そうこいつはね、でナチュラルモードってやつマジでやばい。これマジで LINE の音めっちゃ混ざってきてすげえ、もうねミスったらバレるみたいな、歪ましてもめっちゃピッキングニュアンス出るから、それおもろいよ。まあちょっとまだ模索中っちゃ模索中だけど、一旦 B かな。音としてはね、なんか意外とね、そのアナログっぽい音っていうわけではないんだよね。なんかシャキッとした音出るかな。うん、なんか本当に、まあ、レベルと弦しかないしね。本当にただサチュレーションしていくだけ。まあでも心地よいサチュレーションだけどね。そのなんか気持ち悪いサチュレーションっていうよりは、本当に上品な心地よいサチュレーションをしていくだけなんで。まあギターとの相性とかはあるかもね。結構難しいと思ったな、俺は。あと今これを使う意義が果たしてあるかだね。まあそのさっき言ったトランスペアレント系のペダルがこう世の中にちょっと多すぎて、かけっぱにして使うゲインブースターとかにしてはどうかな。他のペダルでもいいかもなとは思う。まあ音は綺麗だよ。もうちょっと上げとくか。なんか技術の進化を感じる。すごく丁寧な音がするから、ボスってすごいんだ、ボスって進化してるんやってなる。まあ、それだけのエフェクターだね。おい、これで全部やったけど、いやー違和感あるか。あれやね、どうしてもディストーションとかは下に行きがちだね。まあ逆に言うとオーバードライブはやっぱいいね。ボスのオーバードライブは定番ちゃ定番だけど使いやすさはあるのかもね。あ、でも本当に好きなエフェクター使いましょう皆さん。俺もでも全然 DS1 使いたくなっちゃったし、話してたら。あとメタルコアね、メタルコア使いたくなっちゃったし、あとこの X シリーズは本当にあんまり使ってる人がいないのでちょっと使ってみてほしい。オーディオ X いい、いやワンチャン A でもいいぐらいな気がするけど、まあ本当に好みだと思うこの辺は。オーディ3上げるでもいいけどね。いやーでも他にいいヘクターいっぱいあるよって話か。こんなことしても意味ないのかもしれない。その通り。 S は信用してほしい、 TIS は信用してほしい、 TIA、TIB、TIC、TID は好みです。それぞれの好みです。まあギターとかアンプの相性もあるから、本当に好きなエフェクターで好きな音出しましょうよ。一番いいのはこのエフェクターをいろいろ試したり、こんなティア表を作ってる間に、まあギターを練習することが一番いいと思います。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。